稼働文化財は建築物のような不動産文化財に対し運搬移送可能な物品、動産文化財を指し稼働遺産とも言うが日本においてはどちらも法定行政用語ではない。英語ではムーバブルカルチュラルプロパティ。ユネスコが1978年の第20回総会で採択した稼働文化財の保護のための勧告では人間の創造または 自然の進化の表現及び証拠であって、考古学的、歴史的、美術的、科学的または、技術的な価値及び興味を有するすべての可動物と、あり、以下のものを挙げている。日本の文化財保護法では、第2条第1項第1号で、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、転籍、古文書その他の有形の文化的書産、 考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料を有形文化財、同第四号で、貝塚、古墳、都の城跡、城跡旧宅その他の遺跡、庭園、橋梁峡谷峡谷峡谷、峡谷、海浜、山岳その他の名称地、動物、植物、地質鉱物を記念物として区分する。この有形文化財のうち建造物を除いたものを、 美術工芸品と総称しており、これが稼働文化財に相当する。なお、上記の美術工芸品には民族資料が含まれていないが、それらは文化財保護法では第2条第1項第3号で民族文化財と規定している。稼働橋のような機械的稼働構造体は不動産であり、稼働文化財には含まれない。稼働文化財はその性質上、 不動産文化財以上に既存、消失しやすく、盗難、盗掘あるいは岩作、鉄像、複製される事例も後を絶たない。盗難事件としては、フェルメールの合奏窃盗、鉄像では、旧石器鉄像事件などが有名。さらに2001年のアフガニスタン戦争に伴う、カブールのアフガニスタン国立博物館や2003年の、イラク戦争を受けるバグダッドのイラク国立博物館、 2013年のエジプトソーランでのマラウィ国立博物館略奪がある。2014年にはシリアを拠点とする過激派組織アイセルが洞窟も資金源にしていると報じられた。そもそも文化財とは公共物である性格が強いが、不動産と比べ可動文化財は骨董品、アンティーク感覚から小取引されやすく個人所有物も,も多い。そのため日本では 重要文化財が売買され、行方不明になっているものも少なくない。著作権や知的所有権が生じるものもあり、広範囲な保護は困難である。そうした意味で収集、展示を目的とする博物館、美術館、図書館は期待されるが、美術品の価格高騰で購入予算が捻出できないことは世界共通の問題となっている。加えて、日本では収蔵スペースの問題や、 工学美術費に生かせられる増予税の納付が困難なことから貴重な文化財が帰宅されても受理できない事例も増えている。また、ユネスコ勧告や文化財保護法に含まれていないものの網羅方法の検討やコンピュータネットワーク上にしか存在しない美術作品や記録物、あるいはそれらを記録媒体に保存した電磁的記録を稼働文化財とするか無形文化財とみなすかは 今のところ定まっていない。稼働文化財の保護を目的とした法制度としては、武力紛争の際の文化財の保護に関する条約、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権上等の禁止及び防止の手段に関する条約、当主されたまたは不法に輸出された文化財に関する条約、水中文化遺産保護条約などがあり、 国内法でも文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律、海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律、展覧会における美術品損害の保障に関する法律などがあり、文化財に特化したもの以外では関税及び貿易に関する一般協定でも、 第20条の一般的例外で、美術的、歴史的または、考古学的価値のある国宝の保護のために取られる措置が挙げられている。法的根拠はないが、選定事業として、原版から直接作った版画並びに独創的創作手段としてのポスター、および写真、あらゆる材料の独創的美術的なアセンブラージュ、および、モンタージュ、肉筆よび、 初期の活版印刷による古書、写本、書籍、文書または出版物、古戦学上及び切手研究上重要な物件、原文記録、地図その他の製図上の資料を含む文書、写真、映画フィルム、録音物、及び機械によって解読できる記録を主体とし、ユネスコ記憶遺産が制定された。科学的または技術的な価値を有する可動物は、 産業遺産の対象として国際産業遺産保存委員会による虹に,にいたぎる検証において設備や製品サンプルなどを挙げている。特に現代の家庭用電気機械器具などは文化財とみなされにくいことから重要科学技術資料や機械遺産のような活動は稼働文化財の裾野を広げる役割を果たしている。民具の保護を実践した民芸運動は草の根活動ながら海外で 高い評価を得ている。具体的な保護行動としては、国際刑事警察機構が、東南文化財のデータベース化と捜査をしており、イギリスのロンドン警視庁には、美術骨董トがあり、東南品の専従捜査を行っている。日本では、内閣府認定公益民間活動として、一般社団法人ファプラが文化財流出防止に、一般財団法人デジタル文化財創出機構が、 電子文化財の啓蒙に一役買っている。また、修復作業も保護の一環で、イタリアのローマを拠点とする国際文化財保存修復センターはユネスコの諮問機関であり、不動産を含む文化財の総合的な修復に関与している。文化庁では重要文化財指定の有形文化財補修に国庫助成をしているほか、文化財保護法では第10章を 文化財の保存技術の保護に充てている。同法に基づき、選定保存技術として、執行品、飾り金具、農学器美琶、木工品、歌舞伎賞祭り屋台、木造彫刻の修理技術が選定され、保持者、保存団体が認定されている。特に木造彫刻修理は、ユネスコの無形文化遺産へも提案されている。東大時代物は、美術工芸品として、 国宝指定世界遺産では、登録対象は不動産構造物に限られる。しかし、イタリアのレオナルド・ダ・ヴィンチの、最後の晩餐があるサンタ・マリア・レル・レグラツエ教会と、ドメニコ会修道院や韓国の八幡大造教の、収められた、カヤ・ヤマヘインジのように、美術工芸品があることで、評価されている例、インドの山岳鉄道のような動体保存されている。 鉄道車両そのものが登録されている例、イギリスの旧王立植物園のように植物があってこそ価値を伴う例などもある。日本でも古都奈良の文化財の構成資産である。東大寺の大仏は仏像ながら大仏殿の一部とみなされており、性質によっては不動産に準じた扱いを受けることもある。同様に固定されているオブジェのような大型立体美術品も 芸術作品と構造物の両性を有しているが、移築可能であれば稼働文化財とも言える。稼働文化財の保護のための韓国 PDF、文化庁有形文化財、アーカイブド2012年6月25日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、武装組織 ISIS IS、遺跡洞窟資金源ナショナルジオグラフィック・ニュース、文化庁国指定文化財の所在確認調査の、概要 PDF、 文化庁国立文化施設等に関する検討会文化財不法輸出入等禁止条約文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 e g a 法令検索総務省行政管理局2020年1月2日閲覧2005年4月1日施行分海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 e g a 法令検索 総務省行政管理局2020年1月2日閲覧2006年6月23日施行文海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律 E-GAB 法令検索総務省行政管理局2020年1月2日閲覧重要文化財修理費国庫補助予行 PDF ありがとうございます